<music> FM な 78.0MHz を沖の皆様こんにちは時刻は午前11時を回りました沖縄で頑張る人と人出会いを紡ぐラジオプログラム iNet Radio 今週もスタートのお時間となります ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラムどうぞ今週も最後までお付き合いくださいここ直近のアイネットラジオについてですがオープニングでリスナーの皆様へご案内している情報がありますので今週も重ねてお伝えします現在こちらの収録として行っております FM 那覇のスタジオに関しましては 換気、それから消毒、入場者数の制限など様々な形で新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から取り組みを行わせていただいておりますそしてここ直近ですね当アイネットラジオに関しましてもゲストのご登場を極力最小限にしながら 運営を行っていく形で考えておりますのでその点改めてご了承いただければと思っております引き続き感染拡大のです、ね、防止の観点から取り組みは継続してまいりますので、はい、必要情報等ございましたら改めてご案内させていただきますそして毎月最終週に行っております医療関係者をお招きするウェルネスウィークに関しましては この新型コロナウイルスに関連します情報提供と位置づけまして現在主に徳田康晴先生をお招きしてさまざまな形から情報をお寄せいただいておりますその点も継続を予定しておりますので引き続き何かありましたら公開させていただければと思っておりますそして今週の「イいットラジオ」ですが DJ としてはですねおそらく1年弱ぶりの企画になりますね。音楽にまつわる特集としてお届けしてみたいと思うんですが今回取り上げるテーマなんですけれども、はいろいろと考えてみたんですがやはり DJ がですね一番やはり好きなジャンルと言いますか楽曲が多いバラード ここにフォーカスしながら特集を行ってみたいと思います題して「心に響く洋楽バラード」これをですね70年代80年代90年代という主に3つのパートに分けましてまあ拾うのが非常に難しかったんですが 私個人的にえりすぐりのナンバーをピックアップしまして時間の許す限りたくさんお届けしてみようではないかというのが今回の企画となります。はい、そして今日その第1弾としてお届けしますのが70年代です、はい、特に段階の世代 の少しし下ぐらいの方々でしょうか、ね、やはりディスコによく通っていた方々にはうーんもしかするとチークタイムと呼ばれる甘いひとときで聴いたことがあるナンバーも多くあるかと思いますそしてできれば若い世代の皆様にもですねこういう素敵な楽曲が多くあったんだということも今回の企画を通じてお伝えできれば とても DJ としては嬉しく思っていますそれでは今週の企画スタートいたしましょう心に響く洋楽バラード 70s スタートですまず今回の曲はいお届けするナンバーはですねもう70年代を代表する楽曲としてはこの曲を 置いて他にはないと個人的に考えているぐらいのナンバーです。アーティストエルトンジョンの代表曲、はい。僕の歌は君の歌という放題がありますが。いわソングというタイトルでお伝えした方がわかりやすいかもしれません。はい、エルトンジョン初期の頃の代表作でもあり。 セカンドアルバムがですねグラミー賞の最優秀アルバム、はい、そして新人賞のノミネートをされたことでも知られていますまああのエルトン・ジョンが新人賞という時代ですからねかなり、えー、初期の頃の作品だということがよくお分かりいただけますがまあ何よりもこの時代今のこの令和の時代でも 時折聞きなじみがあるという方も多くいらっしゃるのではないかと個人的には思っているナンバーなんですけれどもライブですねではほぼ欠かさないとご本人がインタビューで答えているぐらいの楽曲で当時作詞家から歌詞をもらった直後わずか15分足らずで 仕上がった楽曲とも言われておりますかなりこうインスピレーションが豊富だった楽曲かなというところもありますがはいこの伝説的な名曲を今日の一曲目でお届けしたいと思いますそれではお届けいたしましょうエルトン・ジョンのナンバーから Your Song 本日の1曲目をお届けいたしましたエルトン・ジョンのナンバーから YOURSONG お届けいたしました今週の「アイいットラジオは」はい、DJ がおすすめします心に響く洋楽バラード「セブンティーズと題しましてさまざまな楽曲をお届けするコーナーとしておりますさあ書き出してまいりましょう続いてのナンバーご紹介は カーリー・サイモンの「Nobody Loves It Better」はい、これ実はの日本でなかなか顔と名前がパッと思い浮かぶ方意外と少ないという方もいらっしゃるんですが実は映画00「007私を愛したスパイ」の主題歌として取り上げられているナンバーです。はい、1971年のソロデビュー後もう同年にはすぐに グラミー賞の最優秀新人賞を受賞した非常に著名なアーティストでもあります、はい。この声の質感、そしてメロディーの豊かさなどですね、非常におすすめする要素が多いナンバーですので、はい、ぜひその辺も楽しみながらお聴きください。それではお届けいたしましょう。カーリー・サイモンのナンバーから Nobody Loves It Better お届けしましししたたナンバーはカーカリーサイモンから Nobody Does it Better It お届けいたしま,したまあこの70年代非常に数多くのヒット曲が生まれておりますが、はい、今週の特集バラードでお届けしております続いてのアーティストをご紹介しましょうロバータ・フラックから今回ピックアップは t h e f i r s t t i m e e v e r i s a w y o u r f a c e お届けします この楽曲1972年の映画「恐怖のメロディー」で使用されていて全米では第1位になる大ヒット曲になりました実は日本ではですねこの楽曲の後にリリースされた「優しく歌って」という放題がつく楽曲がですね翌年リリースのタイミングで非常にヒットして日本では この優しく歌ってを知っている方の方がもしかすると多いかもしれませんが個人的にはですねこの楽曲ぜひその素敵なメデーリーラインをですね聴いていただきたいおすすめの一曲なので今日は、はい、その点交えながらお届けできればと思っておりますそれでは早速お届けしましょうロバータ・フラッグのナンバーから The first time I ever I saw your face お届けしましたナンバーロバータ・フラッグから The first time ever saw your face お届けいたしました今週の INET ラジオは心に響く洋楽バラード特集 70s と題してお届けしておりますさあ今日は時間の許す限り続々とお届けしたいので早速次のナンバーご紹介しましょう次のご紹介の楽曲はですねジョーコック カーのナンバーから You are so beautiful お届けいたしますもうこの楽曲に関してはですね今の時代でも時折テレビ CM 等で用いることが多いんですがう1974年の シングルリリースなんですがその後80年代と90年代のそれぞれ映画の挿入歌としても用いられたナンバーでかつその後多くのアーティストにカバーされている楽曲でもあります非常に切ないメロディーラインとご本人の声の質感が非常にマッチした、はい、これも類いまれなる傑作の一つかなと思っておりますその点を踏まえて ぜひお楽しみくださいそれではお届けいたしましょう上高価のナンバーから You are so beautiful お届けしたナンバージョーコッカーより your a e s o b e a u t i f u l お届けいたしました。今日は時間の許す限り、続々と素敵なナンバーを送ってみたいと思いますのでね。よろしくお付き合いください。では、続いてのアーティストをご紹介はディスコ世代には。確実にヒットするアーティストですね。アースウィンドウファイヤーお届けいたします。 もともとブラックコンテンポラリーとしてディスコ世代には絶大な支持があります「Earth, Wind and Fire」ですけれども実はバラード楽曲も非常に卓越したナンバーが多くあります。今日お届けしますナンバー「That's the Way of the World」ですけれども中心メンバーだったホワイト兄弟がプロデューサーと共に制作した楽曲です。 お届けするナンバー自体は1975年にリリースされたアルバムのタイトルトラックとなっており後、はい、年2016年のグラミー賞では中心メンバーでかつ亡くなったモーリス・ホワイトを忍びスティービー・ワンダーらによってアカペラバージョンがプレイされたことでも知られています卓越したコーラスワークそして少し 儚げなメロディーライン、この時代を彩った、はい、素敵なアーティストの足跡がきちんと伝わる楽曲かなと個人的には思っております。それではお聴きください。アース・ウィンドのファイヤーで、That Way of the w o r お届けしましたナンバーアースウィン,ンドファイヤーから t h a s t e Way of the World お届けいたしました。はい、今日は DJ 特選によります心に響く洋楽バラード特集セブンティーズと題しましてお届けしておりますありがとうラジオ、はい。時間の許す限り続々と素敵なナンバーをお送りしたいと思っております。 続いてご紹介するナンバーですがこの楽曲も非常に多くの方に支持されたナンバーですね。ペットミドラー歌唱のザ・ロズご紹介ですこの楽曲自体はもともと27歳という若さで亡くなられたロックシンガージャニス・ジャプリンの半生を描いた1979年公開の映画「 ローズの主題歌にあたります劇中で主演であったベッド・ミドラーがこの楽曲を歌い非常に大ヒットしたナンバーでもあります。でかつ今のこの時代でも多くの方々に語り継がれそして歌い継がれたナンバーでもあります。究極の「愛」をテーマに歌ったこの楽曲自体はですね この心そして行動としての勇気などさまざまな場面で人々をこう後押しすると言われた楽曲でもあります。個人的にはもちろんジャニス・ジョプリンの歌声もさることながらこの主演であるメット・ミドラーが歌っていただいたこの「ナンバー」これ自体も非常に思い出が強くそして そのパフォーマンスの高さに圧巻の気持ちになったというのが正直な印象ですそれではお届けいたしましょうベント・ミドラーのナンバーカらザ・ロース おお届届けけししたたのはッのはペト・トミラーーナンバーからザ・ローズお届けいたしましたまあ非常に、えー、声の質感がですね卓越していると言いますか今聞いても全く古さというか色褪せたものを感じない、えー、この声にやっぱり今聞いても改めて圧倒されるという感覚ですね。 それでは続いてのナンバーご紹介しましまょうミニリパートンのナンバーから you お届けいたしますこの楽曲日本でもかなり多くのシーンで取り上げられているナンバーなんですが意外にラブソングと思いきやもともと、はい、このミニーリパートンが、ね、自らの子供を寝かしつけるときに口ずさんでいた子守歌を音源化したものと言われています。非常に キーの幅が多くてでですねね5オクターブぐらいでしたか、ね、確かあこの方出ると言われていた回答、はいえー、ースで歌う「うラララ」の部分がやっぱり印象的なナンバーですし楽曲の冒頭に流れるイントロダクションの中で出てくる「小鳥のさえずり」自体ももともとこの方をプロデュースしたスティービー・ワンダーが 公演で自ら録音したという,う本物の小鳥の声をこう大げさしたというちょっと変わったエピソードも残っているナンバーです。時代を代表する、はい、素敵な楽曲です。ぜひ少しの瞬間でも目を閉じていただくだけでもいいかもしれませんね。お届けいたしましょう。ミニリパートの生からラビンゥ。 お届けしましたナンバーミニレパートンからラビニューお届けいたしました今日はこの特集駆け足でお届けしておりますアイエットラジオ、はい、心に響く洋楽バラード特集セブンティーズ題してお届けしておりますそして続いてのナンバーご紹介はイギリス出身の彼女を一躍世界的に著名にしたナンバー オリビア・ニュートン・ジョンから「Have You Never Been m e l o をお届けいたします。この楽曲自体ですね日本語のタイトルとしては「そよ風の誘惑」という,う放題でリリースされていたんですが当時グラミー賞の最優秀女性カントリーボーカルパフォーマンス賞ですとかはい もしくはあ、ビルボードの1位なども獲得しました、非常に、うん、ヒントの著名なナンバーですね。この活動からあー含め、オリビエ・ヌートン城のやっぱり映画のようも進出ですとか、幅広く活動を設けていくきっかけにもなったナンバーかと思います。そして、日本国内、実はこの楽曲をカバーした方がいらっしゃいます。シンガーソングライターの椎名恵さんですね。はい 当時シ名メグさんのカバーリングの楽曲自体で確かドラマか何かの主題歌にも挿入されていた記憶もあるのでその辺のメロディーラインも一緒に楽しみながら聴いていただくといいかもしれませんそれではお届けいたしましょうオリビア・ニュートン・ジョのナンバーから Have You Never Be Metal お届けしましまたナンバーオリビア・ニュートン・ジョンか「Have You Never Been m e n o w をお届けいたしましたまあこの70年代聴けば聴くほど非常に素敵な楽曲が多く出てくるなあという印象ですはいやっぱり時代を彩る楽曲っていつ聴いてもいいもんだなということを改めて実感させられますそして 今 tell you why です1979年発表の楽曲ですがベースをティモシー・シュミットがメインボーカルというちょっとお別なアプローチで入ったメインバラードです楽曲を聴くと思い出す方も多いと思いますがイーグルスというバンドやはり楽曲によってメインボーカルをこう変えるケースも多いんですが非常に 個人的にはイーグルスの素敵な、そしてバンドとしての奥深さを感じる素敵な楽曲に仕上がっているかと思います。それでは今週のラストナンバーをお届けいたします。イーグルスで I Can Tell You Why 今週のラストナンバーお届けいたしましたイーグルスのナンバーから「I Can't Tell You Why」お届けいたしました今週の「I g e t トラジオは久方ぶりの特集ですね心に響く洋楽バラード「セブンティーズとしてお届けしてまいりました駆け足で頑張ってみたんですが残念ながら今日お届けできなかった曲もあったんですけれどもまたはい「セブンティーズに関しては何かの機会で 特集また設けられたらいいかなと思っていますまた番組冒頭でもお伝えしました通り今回の洋楽バラード特集は70年代、80年代、90年代と3つのパートに分けてお届けをしていきますので次回は、はい、80s 80年代の楽曲を中心にお届けする予定ですその点も併せてぜひお楽しみください それでは、あいげラジオ、今週はこれにて失礼いたします。皆様どうぞ、健やかに、そして笑顔溢れる週末をお過ごしください。